ようこそミノミュージックへ、どうもミノです。10月7日にですね、日本音楽界が誇る、もう宝、もう大作曲家であります堤恭平さんがお亡くなりになりました。ご冥福お祈りします。まあ、訃報が飛び込んできてですね、今一度彼の軌跡をちょっとね振り返るためにいろいろ調べてたんですけども、この手掛けてきたね、作曲のね、リストとか見ていると、もうものすごいこの膨大な量の名曲、もう本当にね、国民的作曲家とね、もう言えるね、そんな方だったと思います。はい。ちょっと、いろいろ彼の業績まとめたんですけども、本当にすごいです。まずですね、ジャスラックに登録してある楽曲、彼がね、手掛けた楽曲、2709曲もあるんですよ。とてつもないですよね。とてつもない多作。もう60年代からもうね、ずーっとこの間まで現役だったんですね。作家の総売上。はい。作曲家としての総売上ランキング、堂々の1位です。もうね、彼のメロディー、日本人でね、耳にしたことない人はもういないとね、言ってもいいぐらいの存在だったと思います。ちなみにですね、総売上7560万枚ですよ。もうとてつもないですよね。これちょっとリスト見ていくと、2位が、小室哲哉さんで、7284万枚。3位が小田哲郎さんで4180万枚。4位が桑田佳祐さんで3901万枚。5位が3825万枚でつんくさんと。はい。だからですね、もう本当にもう圧倒的なね、成績なわけです。はい。オリコンでですね、1位取って楽曲、39曲も書いてます。はい。トップ3入った曲に至って100曲。チャートインが500曲ですって、もう。すごいでしょ。ウィキペディアのね、ページ見るとすごいわかりやすいんですけども、まあ、彼が今までね、手掛けた楽曲、特にね、ヒットしたもの、もうこう、バーってリストになってます。こんな感じ。すごい数でしょ。ものすごい数なんですよ。本当にもうね、時代を作ったね、もう大作曲家なんですね。これまで手掛けてきたアーティストの数々、ちょっとね、名前読み上げていくとですね、郷ひろみさん、野口五郎さん、太田ひろみさん、近藤正彦さん、田原俊彦さん、小泉今日子さん、少年隊さん、CCB さん、スマップさん、トキオさん、そして他にもですね、銀杏ボーイズさんとか、電波組さんとか、ピチカート5さんとかね、お酒とかね、そういうちょっと渋谷系のアーティストも手掛けてるんですね。そして何より、サザエさんのオープニングとエンディングも書いてるんですね。もう本当にだからね、もう彼のメロディー知らない人も絶対にいない、もうそのレベルのね、もう大作曲家なんですよ。堤恭平さんのもう本当にね、好きな、仕事をあげるとしましたら、松本隆さんとのね、共作なんですね。松本隆さんが詩を書いて、堤恭平さんが曲を作るっていう、このね、もう黄金タッグ。なんとなんと、このタッグで380曲も世に放ってきてるんですよ。やばいでしょ。380曲ってだってビートルズの全カタログより全然多いですからね。ものすごい数の曲をこの二人でね、書いてきたと。はい。まあ、有名なのが、太田博美さんの大ヒット曲、木綿のハンカチーフ。もうめちゃくちゃ名曲ですよね。もうイントロのね、ギターのフレーズから、もうね、メロディーもすべて、もう歌詞もね、最高の楽曲なんだけど、このね、エピソードが、素晴らしくてですね、松本隆さん、まだ作詞家としては、駆け出しの時期だったんですね。そして、大ベテラン、堤恭平さん、もうすでに当時でも大ベテランですから、松本隆さんがこの木綿のハンカチーフの詩を提供した時に、もうこんな詩には曲つけれないだろうっつってなんか思ってたらしいんですよ。まあ、木綿のハンカチーフってそもそもフックとして結構なんか珍しいじゃないですか。なんかそれであっさりと曲をね、しかも素晴らしい曲をつけられてしまって、それでなんか作詞にね、のめり込んでいくきっかけになったっていうそういうエピソードがあります。だから松本隆さんのキャリアの中でもね、もう非常に大きい出来事。大作曲家としてのね、この存在をね、まあ、見せつけたって感じのね、エピソードがあります。はい。で、このね、黄金コンビ、出してきた楽曲、ちょっとね、例を挙げますと、桑名正宏さんのセクシャルバイオレットナンバーワン、近藤正彦さんのスニーカーブルース、CCB のロマンティックが止まらない、そして俺が大好きな斉藤由貴さんですね、卒業。本当に名曲ばっかでしょ。もう本当にね、このタッグ素晴らしい曲いっぱい出してるんですよ。で、堤恭平さんね、もう本当にね、楽曲提供だけじゃ終わりません。この人ね、めちゃくちゃ多彩なね、活動されてて、とにかくね、海外の
当時も最先端だったトレンドを可用にね、落とし込むのがめちゃくちゃ上手だった人なんですね。で、彼自身別名義でファンクのね、ユニットやってるんですよ。これがね、実は見落とされがちなんですけど結構面白くて、ドクタードラゴン&オリエンタルエクスプレスというね、名義でアルバム出してます。これいいですよ。ぜひ聴いてみてください。Apple Music にもね、落っこちてるんで。リンク貼っておきますね。これ、堤恭平さんがまあ、プロデュース、そしてですね、後藤嗣俊さんベース、鈴木茂さんギター、林達夫さんドラム、そして矢野明子さんがね、キーボードと。まあ、これでね、もうゴリゴリのファンキーなね、アルバム1枚出してるんですね。これぜひ聴いてほしい、本当に。もうね、この歌謡のね、もう優れたヒットメーカーとしての顔もそうなんだけど、こういうちょっとファンキーなプロジェクトね、やらせても一流なんですね。ぜひ聴いてください。はい。あとやっぱね、まあおもろいのが、90年代以降とかにもですね、もう渋谷系のね、アーティストの方々、だからそれこそピチカートファイルさんとかですね、おざけんさんとかのね、楽曲出してて、時代ごとにね、作風をガラリと変えて素晴らしいね、楽曲出してるんですね。それこそだからシクスティーズとかだったら、まあ、オックスとかそういう GS のアーティスト、ね、そういった方々にもね、楽曲提供してるんですよ。すっげー息長いでしょ。マジですごいですよ。あとね、まあ、これもちょっと取り上げたいの、俺がもう本当にね、つむきょうえさんの中で、まあ、ナンバーワン、もう本当に好きな曲は、ミーシャさんのスイートペインって曲ですね。これがマジですごい。もうね、ファンキーな楽曲が得意なんですね、実はね。これめっちゃいい曲です。ぜひ、聴いてほしいなと思います。はい。まあなんだろうね、なんかやっぱり、作曲家さんっていうところにスポットライトを当てて、楽曲を網羅するって、実は結構大変な作業なんですよね。基本的にはまあシングルで発売されてるし、まあね、アーティストもそれぞれ違いますから、こうなんか、そこを一本軸で捉えるのは難しいと思うんですけども、なんとですね、Apple Music に、ソングブック、堤恭平というね、プレイリスト公開されてます。これね、聞いたら、あの名曲もみたいな感じでね、なんか堤恭平さんの追体験として、まあ素晴らしいものになると思うんで、ぜひ、聞いてみてほしいなと思います。プレイリスト、貼っ付けておきますね。ぜひ、まあそんな感じで。それでは。